ベルファイアはトヨタ自動車が製造・販売する大型ミニバン。アルファードの兄弟関係である。製造はトヨタ車体鍋工場が担当している。アルファードのフルモデルチェンジに伴い、それまで同社の熱店向けモデルとして販売されていたアルファード V の事実上の後継車種である。上品さや洗練さを謳うアルファードに対し、ベルファイアでは 力強さや先進性を謳っており、フロントマスクも上下に分割のヘッドライトを採用するなど、アルファードより先鋭なデザインとなっている。また、リアに関しても、同じネッツ1扱いのボクシー同様、クリアタイプのコンビネーションレンズを採用するなどして、アルファードとの差別化が図られている反面、エンジンなどのパワートレインや室内装備などは、アルファードと共通化されている。 また、2019年10月までは、ネッツ1 0 1 0車種のためフロントエンブレムは、ビッツやウィッシュなど他のネッツ1 0 1 0車種同様に、ネッツの頭文字、N、マークがあしらわれていた。アルファード V は、ネッツ10のフラッグシップ車であったが、ベルファイアもそれを引き継いでおり、ネッツ10が、全車種扱い以前の車種としては最も高価であった。 2019年12月に発表された一部改良モデルでフロントエンブレムがトヨタの CI に変更された。ありがとうございます。